スイです。今回は信長の主人じゃねえんだわ。今回は信長の予防主人やっていこうと思います。やっと来たね。これね、ずっと待ってたんだよね。このね、ガチャは先に来てたけど、パネルミッションね、来るの待ってたんだけど、パネルミッションまだほとんどできてなくて1枚しかゲットしてないんだけど、てんこ盛りだよね。今回ね、ガチャを引いていこうと思います。この143枚貯めてる普通の投与札は使わず、新春ガチャでもさ、やっぱり皆さんおっしゃっていた通りの、あれだね、かなり低めの確率だよね。これじゃねえわ。提供割合さ、そう、5%、0.5% は半分で割ってるからさ、まあ、8% だよ、ここ。SSR 確定で来なくない？ピックアップ50倍で来ないね。確定まで行かないと来ねえわ。来ねえわ。でも、課金したら来るんじゃないか説をね、立証したいんで。で、パネルミッションで、20枚もらえるよね、これね。9の、ね、ここ2個で、で、全部やって10だから、パネルミッションで20枚を獲得する予定で考えていこうと思います。なんで、で、課金するとなると、焦点でしょ？これの課金も待ってたんだよ。ご当地茶とかもちょっと欲しいけど。いいイベント来たよね。各地のそのね、武将、まあ、せっかくね、東京に置いてきたから関東の里見さん欲しいんだから早く。ランダムになっちゃってええとは思ってるけど、でもね、いいよね。あ、課金ね、そう、このお正月パッカーだからもう絶対、マストで買おうと思ってたんだけど、実は迷ってるのがあって、これ。金河新年交換所で、黒田勘兵欲しくて、あと2000ポイントで黒田勘兵なんですよ。だから、あ、そうだ。から、ここら辺のやつをもう買いたくもありつつ、新春パックについてくるって。あ、新春パックに1000ポイントついてくんだったら、これで黒勘兵もゲットできて、で、これ45枚。で、20枚は来るでしょ？パネルで。っていうことは、5枚で50。で、30で、100回目できるから、まずこれを買って、マイレージは35枚分でいいか。を交換して、80回。80連ガチャをね、今回やろうと思ってます。買います。ペイペイ。さあ。で、ペイペイで買ったんで。さすが！お目が高いですね。で、またこれ上限になっちゃった。で、黒の勘弁をまず交換しよう。黒の勘弁を交換して。他にも、もちろんね、強いのはいいんだけど、俺がメインで使ってるのは黒の勘弁だからいいだろ。そう、俺、甲状腺のガチャにさ、普通の武将と一緒にね、入ってくるけど、あれでね、一回でも出ればいいなと思ってるけどね。さて、黒田勘兵ゲットして、景気いいところで、あいつまだ買ってねえわ。35枚買うんだっけ？マイレージもこれさ、もう溶け、終わっちゃうから、また買わなければいけない。もう光栄の罠が、ひどい。新春ガチャを、最大ラインの35枚買いますね。ご一緒にこちらのお品など。他のもね、そのね、ギリいいところまで買いたいなと思ってたけど、マイレージで。でもね、ここで使っちゃうとなかなかね、もうね、触れないよね。っていうのはある。うん。で、ちょっと余ってる、ここら辺。この3回で出るか？課金したしさ、この3枚でさ、秀吉来るかい？ああ、扉普通じゃ、期待できねえな、3枚だしな。え？あ、後期やってくれた。この影家は、強き主を求めておる。あ、持ってなかったんだよね。柿崎さん、わお。マジか。それは嬉しいな。あ、チャンス。これなんていうのかな、いつもね。北野淵かね。北信愛だと思ってた。北野淵かね。北信愛なんかいないんだわ。なるほどね。
ここまで柿崎さん、いいね、越後2点。で攻撃系なんだね、俺。知略系が多いからな。まあでも、嬉しいわ。センキュー、秀吉。じゃ、この5枚でも鍋島さん出るってことかな、これは。期待していいか。当然扉通過。そして5枚だが。まあ、世の中甘くなかったね。細かいのをやっちゃうかい？やっちゃうかい？先にね、景気づけんね。飛ばしちゃった。あ、飛ばしてなかった。よかったよかった。で、この39枚、ちょっと中途半端で、ここでもさ、俺、そう、モーガミ大好きなんだよね。やっぱり伊達政宗のね、周辺、よくやってたから。モーガミ佐竹はね、強敵でしたね。さあ、これ39連だから、まあ、SSR1 枚ぐらいは来てもいい。よね。こうやって組むんです。なんか普通もしか出ないね。やべ、あと19回しかないぞ。でも33枚で期待値だから、あ、でも先に出しちゃってるんだよな。そうだよな、3枚で引いたもんな。とはいえ、9枚どうなる？お、扉変わらず一度も。ここまで40連勝して、まさか。お前、この工事さん5枚も引いとく？ここまで行くと、なんかもうちょっとでさ、アシナさんさ、欲しいよな、やっぱり。そうだよな。で、マイレージもな、そんなにないんだよな。26回か。24000マイレージね。迷う。そんなに日数もないしね。甲状腺で、もがみさん、さっき出なかったからな。こっちの3枚で、でも SSR850 だから、普通のもんでも、わお、ただかつ。え、後期って出た今。お、ただかつ1オツ、最近出たばっかなのに。もう自部隊の攻撃上昇が3とすると、あ、でもそれでも自部隊なんだ。中範囲になるだけだ、小範囲から。そうなんだ。さ、あ、SSR も今んところ2枚出て、まあ、幸先はいいか。これは、あれなんだね。毎回50回に戻るだけなんだね。さて、80連。80連でどっちか出るかな？なんかね、みんなを見てると、出る人はすげえ出てるけど、出ない人は全く出ないね。まあ、当たり前なんだけど、ガチャだから。そういうもんだけど。河野さん出すぎでは。20連目か。お、門の色変わった。期待させてくれんじゃん。ギャー、後期、後期か。誰くんだろう。もう5凸した。5凸せし者だから、お前もう。ね、そんなに交換ポイントいらないぞ。いや、ごとつせしもな、そうだ、ごとつせしもので思い出したけど、春宗もね、ごとつしたんだわ。後でアップさせてあげよう。くそ、こういうことか。ごとつした SSR を排出しまくって、確率を、流入を下げていくってこと？
マジで。え、ヒャイデさんちょっと違うでしょ。え、村井さんだし。さて、でも SSR 確定には到達するから何がしかの SSR は出るよな。いやー、秀吉もネネも出なかったなーって終わるってことが、この新春は。そんなことあるか。さて、これ40年目だっけ、50年目だっけ。お、来た、出陣。やったぜ、やっと来た。ここまでしてやっと来たか。まあ、でもね、勝つ課金だけどね、こいつらに。あ、ナオトラだ。飛ばしちゃった、パパッと押しちゃったらナオトラ出たわ。でも、最後に、2枚抜きってことですか？トヤオ、トヤオ。わしと共に、火の元を照らそうで。秀吉か。秀吉、でもいいや。秀吉ってさ、鉄砲か。これ信長？あ、豊臣家なんだ。豊臣家なんだ。でも先方ゲージさ、原子量でかいよね。3とすると中範囲だって、すごいね。そうかそうか。でもまあ出たからいいか。ね。なんか甲状腺だと結構強いって聞くね。さあ残りも回していきましょうか。これ60連目か。ハッパー引いたってことだね、さっき。よかったね。え？出陣。え？月のようにあまねく皆を慈しみたいの。わ、ねえねえ来た。うちの回復役として活躍してくれてるねねさん。あ、これ鉄砲対豊臣か。豊臣鉄砲、お前出すぎでは。毎回思うけど乱数偏ってんだよね、どう考えても。でもねねが出てくれたの嬉しいね。ねねも豊臣でしょ。豊臣そうだよね。で、これさ、ネネはさ、技というよりも、技もいいね。俺、こういうの好きなんだよね。特性が強いんだよね。鉄砲部隊の場合、先方ゲージが早く溜まって、で、これは5突摂取、あ、レベル50だ、じゃない、なんだっけ、3突摂取もんだっけこいつは。覚醒5だって。これは無理だね。全、ね、どの兵士でも上がるし、鉄砲だったらより上がるってことでしょ。だから秀吉で使うか、ねねのこの超絶回復を使うか、になるのかな。うん。これ70連目か、次。さて、70連目は何が起こる？うん。さあ、最後80連目。お、来た、後期。いいぞ。いいぞ。これ持ってたっけ、これ。あ、そう、姉さん。あ、姉さん、五突摂取者に加わるかもしれない。あ、いつもあんまり見ないのが出てる。偏りすぎって言ったからかな、俺が。
うわ、あ、いつも本当に見ないよお前たち。しかも姉さんも出て、あー、よかったよかった。これ100年目までまたね撮りたいと思いますが、楽しみだね、超楽しみだわ。達成したミッションがあるようです。U コードもね、いろいろまあ溜まってきており、うわー、すげえ、5突せしものではなかった、4突せしものだ。姉さん4突です。たばかりには鋭いのです。そして、あ、直太郎5突、5突、5突っていつした、出たからか今。うわ、すごい、やったぜ直太郎。いいの、未来天下の夢すべて背負いましょう。あれ、もしかして5突だとさ、セリフ違うかね。これレベル上げてもいいかもな。いい、直太郎はさ5突したし、今川家だしね、いいかもね。ハルムで5突せしもの、いいぞ。シリンアクタの時代は終わったのだ。あれ、こんなこと言ったっけ、ハルムネ。ね。さあ、官兵衛殿。ものが欲には背かぬ。いいね。戦っちゃうレベルも上げてもらってない。花も実も、未だ熟さぬ。ね、どっちにしろさ、レベル上げてさ、上遊、今こそ天をもつかむ。あるかもね、あそこに入れてあげたらいいかもしれないね。あの、内政官としては最高に強いんじゃない。うーん、でも強そう、戦っても強いね、やっぱ本田忠勝は。いいね、あ、いや、いいな、すごい、これ、これ上げたいもん。いや、でも 3.5% か。最大 5% か。すごいね。この騎馬隊だったら上がるとかって、汎用性高いもんね。いいね。いいよ、戦っちゃん。お。城。いや、国でも取れそうな勢いよ。いいね。さあ、浮田、ああ、浮田、ああ、そうか、浮田も持っていなかったよ。ゴーは元気だろうか。あ、違うこと言うか、見たいな。あ、3000。なかなか足りませんな。あ、そうだ、最後に。軍友リーグ。軍友リーグね、いろいろ試したんだけど、ちょっとね、試しすぎちゃったな。試しすぎちゃったな。最終日、てかもう後半にね、ちょっと負け込んでるけど、でも勝ったりもしてるよね、やっぱり。斎藤道山のさ、混乱を入れ、どうだろうと思って入れたんだけど、見て、斎藤道山さ、勝ってる試合でもさ、活躍してねえのよ。秒殺されてるし、ダメージも与えてないし。ちょっとで、斎藤道山を入れて、発動早いやつに連携させようと思ったんだけど、道山遅いから、連携率 10% ぐらいしかならなくて、斎藤家がさ、そんなゴロゴロいるわけでもないじゃん。だから、ちょっとね、扱いきれなかった俺には斎藤道山を。ただ、拮抗していれば斎藤道山の混乱が入ってうまくいくかなとか思ったんだけど、多分先にね、あ、でも8までだから、壊滅は8だからさ、生きてんだよね。でも、1507か。あ、ダメージを与えていないが、この勝ったのは、混乱させてんのかな。結構ね、戦力下に負けてんだよね、俺、今、これ。おそらく。まあ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 、拮抗してて負けんのは致し方ないんだけど、新しい試みしてるから。
なんか見たらそうか負けるかっていう戦略差でも負けてたから、なかなかにして斎藤道山はちょっと今回はねマッチしなかったかもしれないからね、もうちょっと上を目指したかったけど、このまま行くと3000位ぐらいで終わりそうだね。全国は地方も1300だし、いやーでね、やっぱり道山部ってどこだ、うん、レベルちょっと道山部隊がひどすぎたか。でも高齢するしかないんだよね、近畿の歩兵っていないんだよね。斎藤家とかも入れてほしいよな。まあ、長野家は期待がないのは分かってるけど、まあでもね、何人か候補いるでしょうよ。もうちょっとだけでいいからさ、入れてくれめん。ただ、他のガチャとかのさ、あるゲームでもそうだけど、基本的にお金になる、要はみんなが課金してくれるような SSR 以外の追加ってほとんどないんだよね。だけど、信長の野望は武将多いからさ、期待してるんだけど、ね。まあ、新しい SRR、どんどん追加してほしい。まあ、ね、名城百選もさ、城にいないとかも多いから、まずそこからだよね。そこ追加するときに、新たに同時に SSR と SR とレアも、ノーマルも、みたいな。で、地方武将もさ、一種類ずつしかいないじゃん、今。こういうイベントあって交流してるけど、これが終わったら、二人目。二人目 SSR とか、もう一人 SR も R もノーマルも一人ずつ追加していくとかいうのをハーフアニバーサリーに向けてやってくれるんじゃないかなと期待しています。で、ネネもね、秀吉も手に入ったんで、ちょっと、まあ、編成も見直せるところも見直しつつね、本田忠勝内戦にいたりして、戦力アップ図っていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。それでは。